花火したいね。どうだろうね。ちょっとポポんちに突撃だな、やっぱ。で、天ヶ瀬と一緒に突撃してて、あ、わかんない、天ヶ瀬の家にポポと見せて突撃してもいいな。その様子実況、みなさん、お店たちは今ポントさんちのお宅の前に来ております。はい、そうです。今日はね、こうやって、ニコニコ生放送の方でポントさんのお家に突撃してドッキリを仕掛けていきたいと思います。まずはピンポンをしまして、ピンポンからのポントさんが出てきた瞬間、頭から水をぶちかけたいと思います。つって、いや、そう、あえて、いや、ちょっと普段 YouTube で配信してる分、そう、ちょっと炎上して赤バンされないように、 あえて別媒体で配信するっていう。夏なのでね、こうやっぱ店たちもポンちゃんには快適な環境で過ごしてほしいと思いますので、氷も入れてきたんでね、これ頭にぶちかけたいと思います。あ、保護者の方には了承済みです、親御さんには全て言ってあります、弟さんの許可も取りましたつって、あ、ディスじゃないです、ディスじゃないですよ、ニコ生さんをディスってるわけではないです。そうそう、だ、 YouTube のアカウント今第一で使ってるから、ちょっとサブアカウントとしてね、別アカからという。日頃お世話になってるで、321じゃあーって言われて、嘘ですけどね、もちろんね、花火とかやりたいと思います。朝さ、ポントの目の前にこうやって、本当にだ、ポントさんのお部屋に来ております、よく寝ております、それでは寝起きドッキリで花火会場を連れてってみた、やっていきたいと思います。ポントさん起きてください、ドドドドドド、ポント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 、起きた起きた起きた、よしよしよし、はいはいはい、行くよ、外行くよ外行く、はいはいはい、髪の毛前髪を可愛いね、よし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 、はいはいはい、庭に出ます、庭、はいはい、これ持って持って持って、はい、火つけます、はい、花火でーす、シャー、ドカン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 、ドン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 、これだろ、決まったね。で、親御さんとかにはだから事前に了承して、いや、店でもやったことないんだよね、そういうドッキリとか、人にやってみたいわ、ドッキリ。海瀬の隣の同期、ちょっとよく、まあ、思い切り別の番組名言いそうだったけど、あっ、まずい、ポンちゃん違うんだよ。いや、なんかね、そう、なんかやっぱレナンキャラ争って3人でやっぱこう今まで頑張ってきたじゃないか、で、なんか夏の終わり、思い出を作ろうかなみたいな風に思ってて、ポポと一緒にね、そうやって遊んだりできたらいいなと思った時に、やっぱりポポがね、わざわざこっちの関東の方まで出てくるのも大変だと思うし、で、海瀬と天ヶ瀬は多分旅行したいから、なんか旅行があったら関西の方に行ってみて、で、ポポのお家にね、やっぱりお邪魔したいというか、ポポにね、ちょっと会いに行きたいなって思ってて、それでなんかポポがなんか何喜ぶかな、何したら夏の思い出かなってみんなと相談した結果、やっぱ花火かな、花火でキャッキャしてほしいなみたいな話になってて、で、どうせだったらやっぱりサプライズみたいな感じだったり、みんなになんかお届けできるコンテンツとしてね、なんかそういうドッキリとかサプライズとかできたらいいかなって思っててね、みんな、そう、ほらほら、そう、うん、そうだよってみんなも言ってると思うんだけど、だから全然そう、ポポになんか害をなそうというわけではなくて、まあ、ポポと夏、ポポとミセと天ヶ瀬とで、ラナンキュラス夏の思い出大作戦みたいなことをやりたいなと思って、その中でやっぱりそのなんだろうな、寝てるところに行くっていうのって、やっぱりなんかそのちょっとさ、寝てるところ一緒になってるみたいな感じで、修学旅行味があるんじゃないかなって思うんだよね、やっぱり。
でそこをちょっとさ、こうねえ起きてる起きてないよ起きてるぞみたいなのがやっぱりそういうなんか青春の形かなって思いました。リスナー含め覚えとけ。そう、まあ、だからね、そう、そうなんでね、リセとリスナー一連択肢だから、やっぱりこうやって生活して、みんなと一緒にね、計画したってことなんですよね。ありがとうございました。お父さん違うんです。全部店がいた。おいおいおい、スパチャ使って言い訳すな。お前も同罪だ。みんな、初見も同罪だからな。初見さんも止めなかったんだから。やめた方がいいんじゃって言わなかっただろう。許してください。店が何でもします。まあ、ギリ、命削らない範囲だったら、いろんなことしますので、よろしくお願いします。僕は何も言ってません。いや、言ってました。止めなかった人も同罪です。裏切らないで、見捨てないで。夏の思い出作りたかっただけなんだよ。はあ、やっぱ一人で鍾乳洞行ってくるわ。誰かと一緒に行こうっていう発想が間違いだったんだ。大丈夫、一人で夏過ごすから。ずっとフローリングで死んだように寝るか。